米朝は中華民国、満州国の軍人。当初は北京政府、法天派の軍人で、後に国民革命軍に加わり、満州自編勃発後は関東軍と戦う。しかし、関東軍に捕らえられ、釈放後は満州国で要人となった。字は清志誠。真の裕福正。後に日本に留学し、陸軍士官学校を卒業した。 帰国後は東三将軍会長一等会員となっている。中華民国成立後、吉林省特軍省副官庁に任せられる。以後、長作林率いる法典派の軍人として経歴を重ねることになる。法典軍会長材料課課長、軍会長禁州文省省長、軍会長省長、法典総司令部兵団所長を歴任している。1919年、 北京保軍統領が門総参議に任命される。翌年、国立公特軍省参謀長兼国防、光カ所所長に転じた。翌年6月、高満守る自軍司令、満開警備総司令も兼任した。この頃、ロシア白軍の部隊を武装解除する軍港を挙げ、陸軍省省に昇進している。1921年、吉林忠弁公所参謀長に任命された。 翌年、鎮異軍広報司令となる。6月、炎吉鎮守試験第13度々長に任ぜられた。その後、吉林鎮守試験第8度々長、貧困鎮守試験第18度々長、守る寺軍長水司令を歴任している。1928年、陸軍中上区組を授与された。6月、長作林が爆殺されて、この長学寮が後継し、 丁朝も引き続きその配下となる。1929年、1931年、大守寺軍総司令となる。満州事変勃発後は、当初、在野で、関東軍に抵抗を続けた。1932年1月、丁朝は、リモリラと共に、ハルビンに、吉林省自衛軍司令部を設立し、丁は、守寺軍総司令に就任している。翌月、 関東軍がハルビンを攻撃してくると、これに抗戦したが、劣勢となりイランに退却した。7月、国民政府から吉林省政府主席に任ぜられている。9月、吉黒ネ軍に参加して、ハルビンへ反抗を仕掛けたが、結局失敗に終わり、ソ連領内に逃れた。1933年、丁朝は帰国したところを、 関東軍に捕らえられ、満州国の軍事法廷で裁かれることになった。しかし、判決が下される直前に、不義の命令により特赦される。以後の定調は、満州国で地位につくことになった。1938年5月、通過省省庁に任ぜられる。翌年8月、安藤省省庁に転じた。1942年9月28日。 三義不三義に任命された。満州国滅亡後の丁庁の行方、最後については二節ある。まず、ジョトモハル主編、民国人物大事典造定版』によれば、以下の通りである。丁庁は、満州国滅亡直後に、ソ連軍に逮捕、連行されてしまう。その後、中華人民共和国に引き渡され、武順戦犯管理書に収監された。1950年に、 獄中で病没。同資料は少年を1883年としているため、去年68である。一方、大広市貧乏家主編、東北人物大辞典によれば、定朝は満州国滅亡後に北平へ逃亡して、ここに隠れ住んだとされる。1954年、北京市の公安機関に発見、逮捕されてしまう。同年中に死刑判決を受け、 執行された。同資料は少年を1876年としているため、去年79である。ありがとうございます。